水族館に、水族園ですね、砂海浜水族園に着きました。これから入ってみようと思いますけども、ね、自分の時間、売れるものがね、自分の時間以外に何もなかった僕にはすごい奇跡のような時間で、これがとっても幸せなんですけども、なんかね、普通に働いてると、僕も普通に働いてました、うん、工場の、ね、作業員で18で卒業して、学校のコネで工場の作業員になって、で3年間働いたわけですけども、そのね、未来はね、分かったわけです。ずっと変わらないなと、うん、でやっぱり、ね、自分の売れるものが、自分の時間と労働力、自分の体を動かした時間以外に、自分の、ね、売るものがなければ、ずっとね、これは続くんだなと、会社に行って帰ってが続くんだなっていうのがね、すごい実感できたので、何かしらね、自分の時間をね、売る以外で人の、ね、役に立てるものがないかというふうに考えた結果、自分でね、ビジネスをね、教えていただいたビジネスをまず始めてみて、でそれでね、痛い思いしたら痛い思いしたらいいじゃないですか、うん、でうまくいけばうまくいったらいいじゃないですか、最高ですよ。それでやっぱり自信がね、ついて、いろいろやっていくことに自信がついていきながら、今ね、自分のね、売れるものを、自分の時間を売らなくても自分の人生支えられるだけのね、収入がね、入ってきて、今こういう風にね、24時間が自由になって、旅行に出たりね、することができるようになってます。ぜひね、あなたもね、どんなね、ビジネスでもいいです。まずはやってみてからね、考えてみて、やってみて、ある程度やって、実力、ある程度ね、そうですね、3ヶ月はやってみてください。そうすることでね、あなたのね、人生のね、基盤がね、もう一つと、一個一個出てきて、できてくると思います。ということで、以上です。